今シーズンのメジャーリーグも残すは、ヒューストンアストロズとフィラデルフィアフィリーズとの、ワールドシリーズの戦いのみとなりました。エンゼルスの大谷翔平選手は今シーズンも、二刀流の選手として大活躍。投手としては、28試合に登板し、15勝9敗、防御率 2.33。奪三振数は219で、規定投球回を4回上回る、166回を投げました。昨シーズンより、勝ち星を6つも積み上げ、防御率も昨シーズンの 3.18 から、2点台前半と大幅に改善。さらに奪三振率は 11.87 で、これは、アメリカンリーグの1位となる、素晴らしい成績でした。打者としては、157試合に出場して、打率2割7分3厘、34本塁打、95打点。打率は、昨シーズンの2割5分7厘を上回りましたが、本塁打数は12本減少し、打点も5減りました。安打数は昨シーズンより22本多い、160安打。この内容から、今シーズンの大谷選手の打撃は、より確実性を重視していたことが読み取れます。そして何より、メジャーリーグで1903年に、ワールドシリーズが始まって以降初となる、規定投球回数と規定打席のダブル到達という偉業を達成。昨シーズンに続いて今シーズンも、素晴らしい成績を残してくれました。そんな大谷選手ですが、レギュラーシーズンが終わり、ポストシーズンが始まった頃に、日本に帰国。羽田空港で行われた記者会見では、アメリカでは、シーズン終わって少し経っているので、リフレッシュというか、他のやることを終わらせて、今日帰ってきました。またここから、来年に向けて頑張りたいと思います。他の仕事をやってから、日本に帰ってきたので、こちらでは、比較的ゆっくりできるかなと思う。まだ日本に着いたばかりなので、何とも言えないですけどね。今シーズンは、去年に引き続き、個人的にはいいシーズンでした。また来年に向けて、いい目標を持って頑張りたいと思っているし、今シーズン的には、まだポストシーズンをやっている最中なので、来年はなるべく長く、この時期も、試合ができるように頑張りたいですね。規定投球回と規定打席を達成できたのは、試合に出続けられたことが、一番大きかったと思います。来年も引き続き、毎試合いい状態で試合に臨めるように頑張りたいです。MVP の候補に挙げてもらえるだけで幸せですし、それだけいいシーズンを送れたという、自信になるので。また来年以降も、引き続きいい結果が残せるように頑張りたい。日本でのトレーニングも、基本的な流れは、アメリカでやっていたものと、一緒だと思います。でも、トレーニング自体を、もっともっとハードなものにしたいなと思いますし、まだまだ上に行けると思っているので、今年以上のパフォーマンスが出せるように、そういうオフのトレーニングを、していきたいと思っていますと、話していました。大谷選手がメジャーに行ってからの最初の3年間は、怪我に泣かされ続けていました。2018年には右肘、それから、2019年には左膝を手術。さらに2020年には、右腕まで故障しました。そのため2020年までは、1年間二刀流を全うすることが、できない状態に。一部では、1年間二刀流を続けることは無理だから、大谷は、投手か野手のどちらかに専念すべきだ。ということまで言われ始めてもいました。そんな中での、昨シーズンと今シーズンの大活躍でした。では、大谷選手の何が変わって、昨シーズンと今シーズンは1年間、二刀流をやり続けることができたのでしょうか。スポーツの運動工学の専門家は、もちろんトミー・ジョン手術から、大谷選手が順調に、回復しているということもあるのですが、それ以上に大きいのは、2019年に手術した、左膝の怪我が完治したことだと思います。2020年のシーズンの大谷選手は、2019年に手術した、左膝の部分がまだ気になり、シーズンオフに、十分なトレーニングができていませんでした。しかし、昨シーズンが始まる前からは、その違和感がなくなり、下半身の強化に取り組むことができたようでした。昨シーズンが始まる前のキャンプの時に、ブルペンで投げている大谷選手を見ると、それまでとは、
下半身の厚みが違うのがよくわかります。日本で下半身の強化というと長距離走をイメージすると思いますが、大谷選手はスプリント、短距離のダッシュを繰り返します。ジャンプも取り入れて瞬発系のトレーニングに特化して行っているようですね。有酸素運動については室内のエアロバイクを使ってやっているようです。もちろん筋力トレーニングもやっていて、225キロもの重量でデッドリフトをする姿がネットでも話題となりましたよね、と話しました。大谷選手はさらに上半身の強化にも取り組んでいるようで、筋力アップの結果、日本からメジャーに移籍した時には92キロだった体重が今では102キロくらいまで増量できています。10キロもの増量ができたのは大谷選手と同じくメジャーで大活躍をしているダルビッシュ投手からのアドバイスがあったからだと言われています。それによって打球の速度もメジャートップレベルの192キロとなり、さらには豪快なアッパースイングもできるようになってホームランの量産につながりました。先ほどの専門家はもちろん大谷選手の筋肉量はだいぶ増えました。しかし筋肉量が増えただけではあれだけの飛距離や打球スピードは出ません。大谷選手は自身のパワーを最大限に生かすためにシアトル郊外にあるドライブラインベースボールというトレーニング施設に通い詰めました。科学的なアプローチで知られるこの施設には全米はもちろん日本からも多くの選手が訪れます。そこでは体の48箇所にセンサーを取り付け、打ったり投げたりしてその動きをコンピューターに取り込みます。コンピューターはフォームを修正するために必要なことをすぐに教えてくれるのだそうです。そこで大谷選手はボールに最大限の力を与えるためには骨盤や体幹などの大きな部分から上腕や手などの小さな部分まで動かす必要があると分析され、このことによって自分の動きの正しい動き方を身につけていきました。さらに 100g から 2kg までの重さの6種類のボールを投げるトレーニングをして、肩や肘に負担のかからない投げ方を身につけていきました。そして今シーズン大谷選手は7月からツーシームともシンカーとも呼ばれるボールを投げ出しました。160キロ前後ものスピードで右打者の内角にえぐるように変化するボールに誰もが驚きましたよね。でもこのボールも科学的アプローチから生み出されたものと言われています。大谷選手が投げる変化球であるスプリットとスライダーはメジャーでもトップレベルの変化球であると言われています。しかしカーブはメジャーでも平均かそれ以下のボールだということが分かったのです。そのため大谷選手はカーブに代わる変化球を模索することに。そういう経緯からツーシームを投げ出しました。大谷選手の変化球にはジャイロ回転の成分を含んでいて、曲がり出しが遅い上に曲がり出してからは鋭く変化します。ジャイロ回転とは回転の軸が進行方向を向き螺旋回転をしながら進んでいくボールのことを言います。この回転軸の向きが進行方向を向けば向くほどジャイロ成分の多いボールとなり、打者にとっては厄介なボールに。かつての大谷選手はどちらかというと感覚に従う選手でしたが、怪我をしてからは科学的なアプローチで故障を防ぎパフォーマンスを向上させることに成功。大谷選手のとんでもない身体能力に加えて科学トレーニングを行ったことが大活躍につながったと思いますと話してくれました。大谷選手がツーシームを使い始めたきっかけは科学的アプローチの他にヤンキースの抑え投手のホームズの160キロを超えるツーシームを体感したからだって言われてるよね。この記事にもあるように大谷は自分の感覚と科学的アプローチの両方を本当にうまく使いこなせているよね。今シーズンの大谷はホームランの数は減ってしまったけど、投手としての能力がまた一段と上がったと思う。来シーズンはサイヤング賞も狙えるんじゃないかな。海外の反応ではこのような声が聞かれました。現在メジャーで活躍するためには自分で考えて成長することが必要だと言われています。
コーチやトレーナーにやらされる練習しかできないようでは、今の時代、メジャーでやっていくのは難しいのです。大谷選手はメジャーに行く前、日本で活躍している時から、何でも自分で考える選手でした。大谷選手には、メジャーの文化が合っているのかもしれませんね。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。